Apple Music 始まりましたけれども、Windows でね、Apple Music を聞くこともできるらしいです。ということなんで、この記事に従ってやってみました。まず iTunes をインストールしますね。で、こいつを起動すると。起動するとこんな画面になるので、For You をクリックすると。そうするとこうなる。3ヶ月無料トライアルメンバーシップを開始。これを押すと。おりゃ。で、プランを選択する。個人。おりゃ。ここで Apple ID を入れるんだ。持ってなければここを押して Apple ID を作成してください。一応これ保存にしとくか。保存をつけて、購入。お支払い情報が必要ですと。続ける。お支払い情報を設定しなきゃいけないと。じゃあしょうがない。お支払い情報入れましょう。入れて、で最後にここの完了を押すと。そうすると確認が必要です。Apple Music 個人メンバーシップを980円で購入しますか？購入すると。そうすると利用規約が変更されました。なんかほにゃららって出るんだね。で、内容に同意します。同意すると。もう一回出るんだね。購入すると。あなたのお気に入りを教えてくださいと。これで。まだ完了。これで聞けるようになるのかな。なるほどね。こういうふうになるんだ。それでだ、忘れずにやっておかなきゃいけないのはこれだよね。自動更新をオフにすると。ここを押して、でアカウント情報をクリックと。そうすると Apple ID の入力を聞かれるので、入れてで、アカウントを表示を押すと。ここの設定の購読管理、これを押すと。ここだね。自動更新をオフにすると。無料トライアル期間は10月3日までですと。で、オフにしますと。で、完了と。こうやって聞けますよと。あとラジオも聞けんのかな？ラジオ。今すぐ聞く。ほう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 。こういうふうに聞けるんだ。それで、なるほど。いろんなラジオも聞けるんだ。ということなんで、Apple Music を聞くためには、Apple ID と、あとクレジット関係の情報が必要ということだね。まあ、それさえあれば無料で始められるよと、ということだね。